お前がなんで赤月に入ったかなんてのはどうでもいいことだ。聞けよ。お前の得意忍術だ。そして俺が突っ込む。お前は後方から援護に入る。一つ忠告しておくぜ、相手を見た目で甘く見るんじゃねえぞ。おれくせ者、カトン豪華級の術。まず金と力を蓄えるんだとよ。どういたちくん、暁にはなれた。リーダーももう少し考えてほしいところね。だがそれは手段に過ぎない。暁は次の段階に入る。手の空いた者はその所在を調査しろ。それが世界征服のための抑止力となる。ジュゾウ、お前たちは水の国からの依頼だ。あんたの元里か。仕事としては単純だ。大名家に対して霧隠れの里は介入できない。この川が国境だが、水の国に来たことはあるが。捕まった忍びはその術を徹底的に暴かれた上に消される。俺がこの里で捕らえられたら、フォーメーション D の時はどうしてほしい？普通だ。じゃあそれを見せてもらおうか。待ってくれ！フート、台風一家。こいつは水影か。俺の忠告は覚えてるか？お前に言いたいことは海ほどあるが。フォーメーション C か。了解した。四代目、容赦しないぞ。モロハと一緒にすんじゃねえぞ。シャンガンの力。あの、ジュゾウ、早く行け。しかし、誰かに何か伝えたいことがあれば聞いておく。俺はただこの元いた場所でくたばるだけだ。今重蔵がやられた。やられたのはもう一人いる。その判断は皆に任せる。かわせばいいだけの話だ。いいえ、よくあることだから。こいつが俺をイラつかせなきゃそれでいい。暁には新しいメンバーが必要だ。まさかこの私が金縛りの術に。いたし、お前には足りないのだ。組織よりも自分のことを優先しやがった。すぐに隠れ場所をつかんでやる。そう急ぐな。イタチには別の相棒を用意してる。今日からあなたと組むことになったものです。暁だ？知るか、そんなもん。威勢はいいが
こいつは早死にするタイプだぜ。オイラは依頼を受けて爆発を起こすだけだ。オイラの作品でな。俺がやろう。言っとくが、オイラは芸術の追求はやめねえからな。仲間になった以上、お前に現実をかけることもないだろう。サソリ、デイダラと組んでオロチマルを殺しに行け。それだけ分かれば十分だ。行くぞ。イタチとキサメは草隠れに行ってもらう。東の大砂丘。行くぞ。あなたたちが暁からの追っ手というわけで。援護が欲しくなったらいつでも言ってくれよ。うん。私が剣術を使って蘇らせたあなたのその一区物と私の剣術、てめえが区物の校舎で垂れるんじゃねえ。なんだこれも一つの永遠の命。イタチ君の体なんだけど、復活するのは三代目の能力じゃないんだ。駒じゃねえ。あのデタラメな術は何だ。殺そうにも殺せない。だから封印術を使うか。今後オロチマルに関して注意を払う。不死身ということではもう一人現れた。彼らでは殺せないそうなの。お、そこのあんた、何か目的があってのことだろう。他のメンバーではとてもおとりにはなれないから。邪神教に入らねえか。邪神教？やはりあなたが連続殺人鬼というわけね。どう？江戸天聖ではないようだ。そんなんじゃねえ。逃がすかよ！邪神様に栄光！てめえよくもやってくれたな。あれも何らかの術だろう。退治するんじゃないのか。え、イタチ何の真似だ。なんだよ。暁は暗殺。邪神教の布教はこれまで通りやらせてもらうぜ。それぞれに任務を遂行しろ。だから殺してみろってんだ。お前の心臓は欲しくない。音隠れという忍びの里が最近誕生した。裏でこそこそやるのが得意な野郎だからな。この葉隠れの里で事件が起きた。この葉崩しには失敗したようだ。邪魔ねえ。俺が行こう。ではお前たちに任せる。被害は甚大のようですね。いいや。